ド・サラマンカは、スペイン・カスティーリア・イレオン州、サラマンカを本拠地としていた、サッカークラブである。1923年3月16日に、創設され、最終シーズンとなった2012から13シーズンは、西軍ダ・ディビシオン B に所属していた。白色のシャツ、黒色のパンツを着用し、17,341人収容の、エスタディオ・エル・エル・マンティコを。 ホームスタジアムとしていたリザーブチームを引き継いだサラマンカ CF アズが後継クラブとして活動しているクラブ創設の地となったカフェノベルティスペインに公式の国内リーグが設立される以前の1907年アイルランド系の学生によってクラブが形作られ同年にスペイン国内の選手権に初参加1923年3月16日 サラマンカ市のプラーサマジョーリにあるカフェノベルティでディオニシオリドゥルエホによって公式にクラブが設立された。1939から49シーズンにセイグンダディビシオンに初参戦し、その後の30年間はセイグンダディビシオンもしくはテルセーラディビシオンに所属した。1974年には初めてプリメーラディビシオンに昇格し、 初年度の1974から75シーズンには、今日に至るまで、クラブ史上最高位の18クラブ中7位でシーズンを終えた。この時期は主に、ホセルイスガルシアトライド監督が指揮し、1980から81シーズンまで7シーズン連続で、プリメーラに参戦し、1981から82シーズンはセグンダでプレーしたが、 続く2シーズンは再びプリメーラーに在籍した。しかし、1983から84シーズン、1984から85シーズンと連続で降格し、1985から86シーズンからの3シーズンは、西軍ダディビション B でのプレーとなった。1992年に26歳のフアンマヌエル、リージョ監督が就任すると、 1994から95シーズンは、セグンダで4位となり、昇降格プレイオフに出場。ホームでアルバセテ・バロンピエに0から2で敗れたが、アウェーでは5から0と勝利を収め、11年ぶりのプリメーラ昇格を決めた。29歳のリー・ジョ監督は、プリメーラ史上最年少監督となったが、1995から96シーズンは最下位で、セグンダ降格となった。 1996から97シーズンには19得点を挙げたペドロパウレータがセグンダの得点王に輝いた。1997から98シーズンと1998から99シーズンにもプリメーラに在籍したが、1999年以降の10年間はセグンダが定位置となった。2005から06シーズンだけはセグンダ B でプレーしたが、 レギュラーラーシーズンに優勝して昇格プレイオフを勝ち抜いた。この期間の中心選手はほぼ間違いなく聞け、マルティンである。一方で、プリメーラのクラブ最多出場記録を保持しているのは、アルゼンチン人のホルヘ・ダレスサンドロであり、ダレスサンドロは、さらに二度にわたって、監督として、サラマンカを指揮した。2003年、元ブラジル代表のローナウドが、クラブに3万ユーロを出資した。 クラブ会長の不安補正ダルゴへの支援だという。2010年12月から2011年2月にかけて、クラブ記録となる10連敗を喫した。2010から11シーズンは2度も監督が交代し、19位で、セグンダディビシオン B 降格となった。クラブ設立から90年後の2013年6月18日、未払いの負債の蓄積が理由で、クラブ解散となった。 その10日後の6月28日には、後継クラブとして、サラマンカ AC が設立され、サラマンカ AC は一旦は、テルセーラに登録されたが、その直後、スペインサッカー連盟は、セグンダー B への登録を認めた。しかし実際には、どのカテゴリーにも登録されることはないまま2016年に、プロジェクトは解散している。またリザーブチームであったド・サラマンカ B が CD。 サルマンティーノと解消し、引き続きテルセーラに所属したが、旧度サラマンカとは、無関係のクラブであるとして2015年にプリメーラ、ブロビンシアルに降格となった。その後3年連続で昇格を続け2019から20シーズンには、サラマンカ CF アズというクラブ名で、セグンダ B に所属している。この他2013年に、サポーターが中心となって、 ウニオニスタスでサラマンカ CF が設立され、こちらは2018から19シーズンからセグンダビーに所属している。1974、1982、1997、1987から1988、1991から1992。 1993から1994に戦後から2006へスタディオエルマンティコ詳細はカテゴリーとサラマンカの選手を参照。ありがとうございます。